ジェイソン・アンドリュー・フレイザーは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身のプロ野球選手、ウト右ミギ現在は、フリーエージェント、トロントブルージェイズでの通算505試合登板は、球団記録。妻は、カナダ人。1999年の MLB ドラフトで、デトロイト・タイガースから33巡目指名され、6月4日に入団。 2002年9月18日にトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍したが一度もメジャーへ昇格することはなかった2004年3月29日にジェイソン・ワースとのトレードでトロント・ブルージェイズに移籍して同年4月16日のボルチモア・オリオールズ戦でメジャーデビュー1年目ながらクローザーに抜擢されチームトップの63試合に登板シリスボミに終わってしまった感もあったが 一躍脚光を浴びた。2005年もチーム3位の67試合に登板し、防御率3.25の高成績をマーク。2006年は7月途中に不調で参加のトリプル A 級シラキュースチーフスへの降格もあったが、シーズンでは51試合に登板し、防御率4.32と、なんとか許容範囲に収めた。2007年は、守護神の BJ ライアンの故障に伴い、 クローザーに抜擢されたが、不審のためその座をジェレミー・ッカードに譲ってしまった。2008年は防御率こそ前年度よりも改善されたものの、ホイップが高く不安定な内容が続いた。2009年はライアンの故障による不調に加え、ライアンに代わってクローザーを務めたスコット・ダウンズも故障したため、抑えを任されるようになった。シーズンを通じて安定した成績を残し、 キャリアハイの防御率、セーブ数をマークした。2010年も当初は抑えを任されていたが、開幕戦でサヨナラ打を打たれるなど、不安定な内容が続いたためケビングレックに守護神の座を奪われてしまう。しかし5月以降の防御率は2点台に抑え、キャリアハイの当板数をマークするなど、9大点の成績でシーズンを終えた。シーズン終了後の11月1日に FA となったが、 獲得の際に2つのドラフト指名権譲渡が必要なタイプ A に格付けされたため、他球団への移籍は困難と見られていた。結局、球団からの年俸調停申請を受諾して残留が決まった。オフには、バーノンウェルズが移籍したことにより、チーム最古産の選手になった。2011年7月27日にブルージェイズ、セントルイスカージナルス。 シカゴホワイトソックス間での三角トレードでザック、スチュワートと共にホワイトソックスへ移籍。オフの10月31日に375万ドルの球団オプションを行使された。2012年1月1日にマイナーに投資とのトレードでブルージェイズに復帰した。10月29日に FA となった。2013年1月3日にテキサスレンジャーズと150万ドルの1年契約を 結んだ。10月31日に FA となったが、11月4日に175万ドルの1年契約で再契約した。2014年は開幕ロースター入りし、38試合に当番1勝1敗、防御率3.34だった。2014年7月16日にスペンサー・パットンとのトレードでカンザスシティロイヤルズへ移籍した。ロイヤルズ移籍後は、 23試合にリリーフ登板、防御率1.533勝無敗という目を見張る、好成績をマークし、ロイヤルズのプレイオフ進出に大いに貢献した。2014年シーズン通算では61試合にリリーフ登板して通算600試合登板を達成した。防御率は2年連続で2.70以下に抑えた。メジャーデビュー以来11年連続で45試合以上に、 当番、千引きを五十試合にしても、未到達なのは二千八年だけと、タフネスぶりを発揮している。オフの十月三十日に、FA となったが、十一月二十八日に、ロイヤルズと百二十五万ドル出来高五十万ドルの一年契約で、再契約した。二千十五年はロイヤルズで二十六試合に当番し、一勝、0敗、防御率一点五四の成績であったが、七月六日に、 ディーフとなり、13日に自由契約となる。2015年7月17日にアトランタブレーブスとメジャー契約を結ぶ。6試合の登板で無失点の高騰を続けていたが、8月4日に肩の痛みを訴え故障者リスト入りし、26日に自由契約となる。小柄な体から最速97マイルの速球とスライダーを軸とした投球スタイル。2009年からは、 スプリッターも投げるようになった。三振を多く奪えるのが強みで、2006年、2007年、2010年、2012年は、脱三振率が9を超えている。課題は、請求力で、よし球の多さがホイップを高め、クローザーへの定着を妨げている。ありがとうございます。